この動画では施設ケアマネジメント基礎編の講義に続き、実践編として実際のケアプラン点検の様子をご覧いただきます。なお、この動画に登場する人物、施設等はすべてフィクションです。それではご覧ください。失礼します。失礼します。あ、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。失礼します。こんにちは、本日は施設のケアプラン点検を行います。どうぞよろしくお願いいたします。私は、居宅サービス計画等適正課員の小林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。市職員の加藤と申します。よろしくお願いします。特別養護老人ホームの石川と申します。鈴木と申します。よろしくお願いいたします。はい、ケアプラン点検は実地指導ではありません。普段のケアマネジメントを展開されている中で、一緒にですね、石川さんと一つ一つ確認をしていきながら、石川さんが気づきが持てるようなことを目的としています。例えば、施設入所者の方の、人権の尊重ですとか、あるいは自立支援ですね、この辺がきちんとできているか、あるいは画一的な支援になっていないかなどをですね、いただいた帳票類をもとにですね、一つずつ点検をしていくことで、石川さんもですね、おそらく普段不安に思っていることもあろうかと思いますが、その辺をね、払拭できるようなことを目的として、進めていきたいと思います。ですので、緊張しないで、リラックスして進めていきましょう。とても緊張していますが、一緒にという言葉が聞けて安心です。実際ケアマネが私一人しかいないので、相談する機会がないのが実情です。この機会に、そういった不安を解消できるといいですね。はい、なお今回の点検で提出していただいたこのケースですけれども、あらかじめ水戸市の介護保険課でマスキングをしています。ですから個人情報は表には出ません。ですから、今日はですね、この方を A さんというふうにお呼びしたいと思います。はい、それでは、インテークの場面から始めたいと思います。ご本人やご家族の意向は普段どのようにして捉えていらっしゃいますか？本人に直接確認するようにはしていますが、施設利用に関する説明を家族に対して行うことが多いので、どうしても家族の意向が強くなってしまいがちです。どうしてもご家族の意向が強くなりがちなんですね。でも直接意向を確認されようとする姿勢はとても重要なことです。やり取りがね、どうしても多くなってしまう分、ご家族の意向が中心になってしまうかと思いますけれども、そこはですね、ご本人の希望が置き去りにならないように、ご本人がこれから施設で、どのような生活を送っていきたいのか、そこはしっかりと確認をしていただけるといいと思います。ところで、ご本人がですね、ご自分で意向が表出できない場合にはどのようにして確認をされていますか？はい、認知症や障害の影響により自分の希望を伝えることができない時でも、その時の状態や本人が発した言葉を手がかりに意向の欄に記入していく、さまざまな工夫が必要だと思いました。はい、では次にアセスメントに移りたいと思います。アセスメントで一番重要なことは、アセスメントシートをお使いになっていると思いますが、そこに情報を入力してそれで終わってしまうことなんですね。石川さんは普段アセスメントはどのようになさっていますか？確かにツールを作成するための情報収集になっているかもしれません。なるほど。施設ケアマネージャーって一人の場合が多いですよね。ですから、その他の業務とかもあって結構忙しいと思います。そうするとですね、やっぱりアセスメントが情報を入力して終わってしまうことになりかねないと思うんです。少しずつですね、その辺は改善していただければというふうに思います。施設の強みとしては、一方で食事ですとか排泄、入浴などは直接確認することができますので、その部分のアセスメントはとても強いと思うんです。ただ一方で、
今までその入居者の方が、ご自宅にいらっしゃるときにどのような生活をされていたか、あるいはこれから施設でどのような生活をしていきたいのか、まあ、その辺のところをしっかりとアセスメントする視点が重要かと思います。まあ、いきなり全てを行うのは難しいかと思いますけども、少しずつでも実践してみてください。そうですね、まずは一人ずつ実施していきたいと思います。領域ごとにアセスメントをして、まあ、支援内容の検討をしていく上ではケアプランとの整合性がとても重要になると思うんですね。ですからケアプランで根拠を示すということはアセスメントを意識して行うことがとても重要になります。それではケアプランに移りたいと思います。まずケアプランの第1票から見ていきましょう。ケアプラン第1票のポイントはご本人の意向、そして家族の意向がしっかり捉えられているかです。さらには施設内で受けるサービスが総合的にどのような方針で、提供されていくのかがしっかりと書かれていることです。石川さんは普段、第1票についてどのように記載されていますか？本人と家族の意向が対立してしまう場合や、本人が本当の気持ちを遠慮して伏せてしまうといったこともあります。それでも本人や家族とのやり取りを密に取っていきたいと思っています。ご本人とご家族との関係を密に取っていらっしゃるんですね。それは素晴らしいことです。はい、でもですね、施設で個別支援を行う、まあ、そのためのケアマネジメントを行うっていうのはとても大切なことかと思います。第2票についてなんですけれども、まずニーズを書かれると思います。ニーズですとか目標は個別性、具体性、現実可能性がとても重要になります。そこをしっかりと踏まえられているかを見てみましょう。普段の業務でニーズですとか目標はどのように設定されていますか？アセスメントした結果から設定していますが、健康面や日常動作に焦点を当てがちなことが悩みになっています。なるほどですね。まずニーズというのはその方の、状態像ですとか動作で捉えると具体的で分かりやすいと思います。長期目標はそのニーズが克服された後に得られる生活像というイメージで設定されるといいと思います。そして短期目標はニーズと同じでその方の状態像ですとか動作で設定されるとより分かりやすくなると思いますよ。次にケアプラン第3票に移ります。ケアプラン第3票で重要なことは主な日常生活上の活動がきちんと書かれているかです。そしてそこには施設のルーティン業務だけになっていないかを注意する必要がありますが、この辺はいかがですか？介護職員や看護職員から生活の様子を聞きながら記載をしています。内容は施設内での食事、入浴、排泄時間の記載が多くなってしまっています。なるほどですね。例えばご本人がご自分のお部屋で趣味活動をしているとか、自主的に体を動かす時間があるとか、まあ、その辺のところがもしあれば、きちんと記載しているといいですね。施設のルーティン業務以外の記載がされていると、そのケアプランを見ただけで、あ、この方のケアプランだというのが一目瞭然わかると思います。ケアプランを家族に見せる際にも本人の様子が伝わりますよね。そういった面もありますね。新たな視点でやってみてください。このように1票から3票まで作成して、本人や家族に同意をもらって初めて確定ケアプランになります。その人らしさを支援する、まさにケアプランというのは人生の計画書でもありますね。それでは次にサービス担当者会議の記録に移りたいと思います。サービス担当者会議ですが、今はどのように実施されていますか？新規、区分変更、状態が著しく変わってケアプランを変更するときを意識していますが、実際は毎月の支援に関する会議、つまりサービス担当者会議を行っています。なるほど。その際にご本人やご家族の参加はありますか？またケアプラン第2票に位置づけられている全ての支援者、例えば主治医の先生などにもきちんと参加を呼びかけていらっしゃいますか？
実際のところ主治医の参加は難しいので、事前に情報を確認して会議の中で共有するようにしています。本人や家族の参加については事前に話をしていても難しいのが現状です。なるほど、そうですね。参加ができない方から事前に情報を入手して、その情報をサービス担当者会議で共有することはとても重要なことです。ご本人やご家族の参加についてもできるだけ呼びかけるようにしてください。またご本人やご家族がサービス担当者会議で意向をしっかりと言っていただくことで、そのことを皆さんで共有したり新たな気づきが得られたりしますよね。ですのでサービス担当者会議はそのような取り組みをすることでもっと有意義な場になると思いますよ。それでは最後にモニタリングに移りたいと思います。モニタリングについては普段どのようにされていますか？毎月の担当者会議の前に実施しています。なるほど。モニタリングというのはケアプランに沿ってサービスが実施できているかどうか、支援内容が本人のニーズに対応しているかなど、ケアマネージャーとして客観的に評価をすることが重要ですね。目標が達成できていないときや新たな課題が見つかったときには再アセスメントを行うことが必要になります。この辺はいかがですか？どうしても同じような目標になりがちですが、個別性を意識してケアプランから本人の生活像が見えるように作っていきたいと思っています。とても重要なことですね。支援経過についてのポイントは、日時の記載などのほか経過記録だけにならないように、ケアマネージャーとしての判断や評価、考えなどがきちんと記載されているといいですよね。経過記録になってしまっている気がします。ケアマネージャーとしての判断や評価、考えという視点は欠けていたと感じます。私は相談員との兼務をしているので、そういったことからも相談記録のようになっているかもしれません。ケアマネージャーとしての視点という記録を意識していきたいと思います。これで施設のケアプラン点検は終わりになります。何か質問はありますか？ケアプラン点検が始まるときは何を言われるんだろうとか聞かれるんだろうってすごくドキドキしていました。でもそんなことはないっていうことがよくわかりました。小林さんと一緒に確認していくことで振り返りもできましたし、一緒に確認していくことで視点を変えるという気づきにもつながりました。よかったです。施設は内部の支援で完結できるという特性がありますが、その反面、確実的な支援になりがちです。アセスメントや目標設定で言えば、食事や排泄、入浴などはきちんと捉えられるかもしれませんが、その方がこれから施設でどのような生活をしていきたいのかといった部分に関しては、もしかすると視点が弱くなっているかもしれませんね。これから利用者さんが施設サービスを受けながら、本人が望む生活の実現に向けてケアマネジメントができるような視点が重要ですね。本日の点検を受けていかがでしたか？新たなスタートを意識することができる機会でした。ありがとうございました。今後も頑張ります。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？水戸市では令和4年度より施設におけるケアプラン点検を開始することを予定しております。施設で働くケアマネージャーの方々の技術向上や悩みの共有を図りながら、より質の高いケアマネジメントが提供されるよう支援していきたいと考えております。今後とも介護保険行政のご協力をお願いいたします。